ことは誰も隠していて、相手の吐く嘘も確信的で、思わずためらいながらも触れてみたい。最低男はとにかく無神経で、パッケンつけられてることも知っていて、それでも何か構わず求めるみたい。物で動く獣みたいに、もう少しも我慢できない。絶対な恋の未来なんて甘い期待がもう変わらない。ぶっ飛んじゃうのがいいなら、私をもっと本気にさせてるなんて許さないわ。やっぱりそんな程度なのかしら。描くように花びら回転、やりたいことやったらバッと開いてる社交家庭、癖ってものない完成されたら自分勝手、見たい目だけずっといじってるのはなんで。ごめんねと言われ、この場を離脱か、いつまで偽り言葉で満たすか、深みのねじゃないと僕なりに出した、どっちの立ち回りはもうマスターマスター。誰と思っても切っても切っても切れないから、投げキスタムキッファイ。思うのはあなたの今の体の嘘か、まことか、歌もかもか。はいはいはい、ベッド向かって面倒になったらね、転がってみた、そのベッドになったらベッドになってエンドレスの結果、こうまだまだいけるか、もうそうじゃあんたの声が暴走、一応絶対とテクニックはたまらない。さあどうなっちゃうのか、見せてよ本能、理性どちらが勝つの、超絶リンバックで見せてよ、本当はここを欲しがる風船か。一生懸命何回目だって言われ、止めかせ感覚まひって、追い返せずにナンセンス待ち、今でどうさとらない終わりな機嫌のプレイ。何度欲望にまみれても、あなたの素顔が垣間見れても、本気の会話途切れても、ダメだ、きない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 。これからのことを考えてみて、愛情と欲望を測ろうてみね、いつになっても答えは出るわけない、抑えきれるもんならばもう過去だない。ただあんた以外にも尻尾振るなんて誰が言った、今宵もあんたの中へ僕の誰が散った、こんなことを語るなんて偉そう、口元言うなんて嘘も向きへ明日そう。もうぶっ飛んじゃったらいいでしょ、言いたいとこに不満があるの、いっそこうなったら逃がさない、だからねほらね覚悟